こんにちは、キセレスのコーナーです。こんにちは、よろしくお願いします。まだまだ体力には自信のある私、秋瀬が体を張って取材をし、石川の身近な情報をお伝えしていきます。今回のテーマこちらです。白山麓の絶品大判焼き、人気の秘密とは、ということで、今回はですね、山帽子取材させていただいたんですが、えりさんも大好きで、行った時にはまとめ買いをまとめ買いしちゃうということで、ファンも非常に多いこちらのお店、とても美味しいですよね、美味しいんですけれども、人気の秘密それだけではないんです。その秘密に迫ってきました。では行きましょう。絶品大判焼き屋さんに、こんにちは。とっても自然豊かなところにやってきました。さあ、今日私がいるのは白山市旧吉野谷村です。今日取材させていただく大判焼きのお店というのがこちらです。山帽子です。やってきた山帽子はおよそ30年続く大判焼きが人気のお店、一番人気の粒あんは甘すぎない味で多くの人の心を掴んでいます。ぎっしり詰まってる、ね、雨の中ですけれども、本当に次から次へとお客さん来てますね。あ、こんにちは。雨の中でもお客さんが途切れない山帽子、一体どんなところが魅力なんでしょう。いつもよく買われるんですか。そうです。あら、わざわざ淡路の方から来るんです。淡路からどんなところが美味しいですか。昔ながらの小豆の美味しさ。どんなところが特にお気に入りですか。なんか皮が薄くてあんこがいっぱいで、そうそうです。そんな人気の大判焼きを作っているのは店長の神沢さんです。一日中一人で大判焼きを作り続け、多い時で1000個も売り上げるそうなんです。そんな絶品大判焼きを早速いただきます。こんにちは。あ、キセレ君こんにちは。あら、僕のこと知ってくださってます。もちろんじゃないか、待ってましたよ。ありがとうございます。待ってました。一個、はい、いただいてもいいですかね。あ、そうね、まあ、山帽子って言ったら粒あんなんやけど、はい、今日はあえてちょっと豆乳粒あんをぜひ1個食べてもらいたいんで。あえての豆乳粒あん。豆乳と粒あんのミックスです。おお。出来たて熱々の大判焼き、そのお味は。わー、つるんと綺麗な皮です ね、 ね、焼き具合がずっしりしてますからね。よいしょ。おお、これすごい。うわー、ぎっしり。うわ、ずっしりしてますよ。美味しそう。いただきます。うわ、美味しそう。うわ、おお、うん、美味しい。薄皮で中ずっしり。これ豆乳合いますね。そう、ちょっとね、あんこが苦手な方は特にこのね、うん、豆乳が入ることでちょっとマイルドになるんで、ね、すごく食べやすい。うん、これ生地すごく皮薄くて、はい、ですごくこう素朴な味ですけれども、はい、なんかいろんな秘密ありそうですね、これ。あ、まあね、この、まあ、薄皮っていうのもやっぱりここね、あんこをいっぱい入れたらお客さんが喜ぶっていうのもありまして、でそれで、まあ、あんこをいっぱい入れてるんですけど、その時に、まあ、グッとこの押すことによって、この生地がすごい薄い皮が作り出されるっていう。作る工程の中でですか。はい、そうです。まあ、ここっすかね。そこはやっぱ腕。毎日たくさんの大判焼きを焼いたり、予約やお客さんの状況に合わせて大判焼きの種類を調整したりできるのは、まさに神沢さんの腕があってこそです。そして人気の秘密は美味しさだけではないんです。結構お店の方とコミュニケーション取ったりとかも、幹事のいいお兄さんもいらっしゃるし、やってる方も親切。そんな神沢さんの接客を見てみると、よー、かんちゃん、楽しそう。イエス、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 いいよ、久しぶり、イエス、あげた、イエス、なかったね、なかった。いつも笑顔でお客さんと接する神沢さん、どんなことを心がけているのでしょうか。人としてなんですけど、やっぱり自分がされて嬉しいことを心がけてるのはあるんですけど、まあ、例えば
名前を覚えるとか、まあ、顔を覚える、考えてするっていうか体が勝手にそういう風に動くっていう感じですよね。意識するかしないかで多分だいぶ違うんかなっていうのはあるんですよね。なんか今日僕もこうお店で出会って、はいはい、その神沢さんの勢いというかテンションというかなんかこうグッと引き込まれてしまったなっていう感じもあるんです。おばちゃんからの教えもあるんですけど、あんたがおるさげ行くんやっていうね、あのフレーズとともとにつながるんかなと思って、でやっぱそれに自分のやっぱそのキャラクターっていうのでここに立たせてもらって、で美味しいまんじゅうを焼いてるっていう感じですね、はい、なるほど。じゃあみんな大判焼きも好きだから食べに来てるけど、はい、神沢さんに会いに来てるんだっていうところもあるのかなって。神沢さんは山帽子で働き始めて今年で15年、働くきっかけを作ったというオーナーの海老原さんにもお話を伺いました。オーナーから見た神沢さんはどういう人ですか？そうですね、最初私は若い人を使いたくなかったの、男の人って。すぐ飽きて次いろんなことを考えてもう来なくなったりしてたんで、若い子はいいなと思ってたんですけど、この子また愛想が良くてね、これで助かったんです。本当に、ね、真面目でね、 何かにつけてやっぱりきちんとしたとこがある。教えたことは守ってくれる、こんな子もおるんだなと思う。もうベタも褒めですけれども、そうなんですよ。本当に、ね、必死に、うん、必死にやってます。いやいや褒めてもらって、はい、神沢さんとしては、いやもう本当にもう嬉しいです。嬉しい限りです。はい、一生懸命やってくれば、お二人本当になんか素敵な関係ですね。うん、まあ息子みたい、うん。もうお母さんみたいです。お母ちゃんです。いやいやいや、はい。さあ閉店後、神沢さんにこんなお願いをしてみます。ちょっとね、いつもまあお世話になってるエリさんとかスタジオのメンバーに僕がお焼きするんで、ちょっと食べていただこうかと。あーなるほど、はい、そのためにはしっかりと気持ちを入れて焼かないとエリさんとかに伝わるんで、うん、頑張ってくださいね。お願いしますよ。気持ちで気持ちを入れてしっかりお願いしますよ、はい、頑張ります。はい、はい、まずは神沢さんにお手本を見せてもらいます、うん。熱した鉄板の上に生地を流し込むんですが、ここがポイント。薄く線のついた場所まで流し込むと綺麗にぴったりの量になるんです。うわー、ね、これ一定の、まあ、ちょっと牛の乳を絞るような感覚、イメージね。まあ、牛の生地絞ったことない。ちょっと思った私も。次はあんこを生地の上に乗せていきます。ポイントはあんこを強く押すこと、でも押しても溢れない。あ、押すことで山帽子の特徴的な薄い生地が出来上がるんです。そびえ立つあんこ。あんこを乗せ終わったら焼き上がるまで7分ほど待ちます。これ待ってる間どんなことを考えるんですか？あ、今ね、この今1台だけしか動かしてないけど、はい、まあ、この1台しか動いてるっていうことがだけっていうのがあんまないから、うん、そっか、そう、もう焼いてるうちにもう1個目がもう焼き上がっちゃってるみたいな感じになってる。そう、もうあっちまで行ったらもうこっちがもう次合わせれる状態になってるから、こういう待て状態があんまりないっていう。じゃもう本当にお忙しいですね、焼き始めたら。いやもうね、もう忙しくない、盛り上がってる。お、盛り上がってる。盛り上がってる。忙しいっていう感じは心をなくすって書いて忙しい。確かに心はなくしてません。なんと、はい、かっこいい。盛り上がってる。盛り上がってます。勉強、うん、ここからさらに盛り上がっていきますよ。焼き上がった生地が鉄板とくっつかないようピンで剥がしていきます。そしてもう半分の鉄板に生地を流し込みます、うん、最初より少なく入れるのがポイントです。本当や。さあここから瞬き厳禁、合わせる。でこのまま均一に流れてきたところで合わせる、うん、キュッてちょっと押して、ひらふー、いこんにちは。こんにちは。綺麗。想像してたよりもスピーディーですね、はい、スピーディーな感じで、はい、できますか？できますか？自信ない。いや大丈夫だ。大丈夫ですか？気持ちだ。気持ち、気持ちで気持ちでいこう。気持ちで頑張ります、はい、気持ちで、はい。コマーシャルの後、大判焼き作りに挑戦です。でそのスティックをそこに近づけ。
今回のこんにちは帰省レスはあんこたっぷりの大判焼きが大人気の山帽子へ、うん、店長の神沢さんが作った出来たてをいただきます、うん、うわー、うまい、うまっ、うまっ、あ、ごめん、帰省くん、これ今焼きたてやがいね、はい、で焼きたてがこのうまさが 100% ってやつしたらこれ30分置いたら120% になるの、言うの忘れてたわ。ごめん。熱々が一番美味しいじゃないですか。こんなに美味しいのに。何？これ熱いとやっぱ生地とあんこが熱すぎて本当の味っていうのがねちょっと分かりづらいかなっていうのもあって30分置くと生地とあんこが馴染んでめちゃくちゃ美味しくなる。これ内緒やね。いいんですよ。今カメラの前言っちゃってますけど。あ、ごめん、ね。そういうことなんで。いよいよ私学生。挑戦です。よし、よし、こうすれば、はい、よし、行くぞ、行きますよ。ああ上から、はい、うお、あ、ストップ、はい、入れすぎ、あ、もうちょっと少なめでいい、はい、よし、ストップ、そのぐらい、よし、よし、はい、OK、どうでしょう、はい、で、ああ置いて、はい、はい、で、次、あんこ、はい、あんこのスティック持って、はい、おも、ヘラ持って、はい、ちょっと押す押す押す、よし押す、よし、よし、いいよ、なんか量が違うんじゃないか、みんな、ああ難しい、なんで、いきますよ、はい、持ってきて、で、最後押して押す押す、よし押して、おいしゃ、いや見栄えが悪いですいやでも気持ちは気持ちはね本当にこもってます、ね、気持ちこもってます、はい、ってこれは大事です、うん、大丈夫ですと、ここで焼き上がりを待っているとこんにちは村上さん、はい、あ、大判焼きですか、大判焼きあるっす、あるっす、何個っすか、2個 OK っす、閉店しちゃってけど、やっぱこの明かりが見えるとやっぱねこう寄ってくる、そうね、食べたくなる、それにも順応に対応する、そしてもうあれば売っちゃう、売っちゃうそして焼き上がった生地をピンで剥がしていきますが、これが難しい、悪戦苦闘しながらもなんとか剥がしていきます、うん、そしたらもう半分の鉄板に生地を流し込んで両方持って、はい、せーので真ん中、はい、せーので真ん中、 OK、 でこっちに対して、はい、で開く、開けごま、やったちゃんと片っぽに寄ってる、やったちょっとね、傷もはみ出てるありますけれども、そう点数をつけるとしたら何点くらいですかね、僕の出来は、ね、初めてにしてはもう全然本当にいい感じにできたと思うんで20点です20点でちょっとね、初めにしては本当すごい上手にできたと思うすけど20点で厳しい、神田さん本当に簡単そうにやってるんですけど、どれだけ難しいことなんだってことを思い知りましたね、やっぱ本当にこの簡単そうにやるのがやっぱりですよ ねすごいこともすごいことに見せない、それが神田さんのものと比べるとこんな感じ、気になるお味はスタジオで、僕の左ですよ、うん、それはよくわかる説明しなくていいか、さあ今日はもう焼き方とそして接客の心がけなども本当にいろいろ教えていただきましてありがとうございました、こちらこそありがとうございます、やっぱり通ずる部分は心ですかね、人として接するお客さんっていうよりもやっぱり人として喋って接客しながら気持ちを込めて焼いてるっていうのが心がけてることですかね、はい、なんかそれって全仕事全職業にやっぱ通ずる部分だなと思って、なんだか本当にいろんなものを学ばせてもらったなというふうに感じます、ありがとうございます、そう感じてもらえたら俺もやった甲斐があります、ありがとうございます、今日どうもありがとうございました、ありがとうございます、こちらこそということでですね、スタジオに私が作りました大判焼きご用意しました、どうぞお召し上がりください、本当に焼き生くんが作ったんだね、これね、本当ですよ、わー、あんこたっぷり、ずっしり、はい、おーほほほほ、ずっしりですよ、おいしそう、はい、いただきます、うん、山帽子の味ですね、山帽子の味ですか、
まあちょっとなんか、うん、そうね、見た目はでもすごい上手にできてると思いますよ私は。忖度していただきました、ありがとうございます、うん、ゆうちゃんどうでしょう。すごい持った瞬間から本当にずっしりしていて、うん、食べるともう程よい甘さです、うん、すごく癖になりそうです。ありがとうございます。まあ、うん、あのもちろんね素材の良さもあって、うんうん、僕が焼きましたけれども、はい、ただやっぱりね実際は神沢さんね、何個も鉄板使ってスピードも違うし、しかも味も違うしね。ほら中身変わってくるでしょ。それぞれのね、いろんな味を作ってる状況でですから、まあ、ぜひね本物との違いっていうのはお店行ってまた確認していただき、多分、はい、またそれさらにびっくりすると思います、ね、うん、はい、でやっぱりその神沢さんの人柄ですよね。明るいのね、なんか本当にこう、本当にね、見習いたいというか、うん、で作ってるわけじゃなくて本当に、うん、心の底から出てる部分がこの明るさであって、だからこそ皆さんを引きつけてやまないのかなっていうふうに感じましたね。私神沢さんのこと、はい、かんちゃんと私も実は呼んでるんです、はい、でもかんちゃんともすごいなんか大判焼きを通していつも仲良くさせてもらってますけども、ちょっと出てたオーナー海老原さんも絶対名前覚えますよね、みんなの名前。あ、ね、多分次秋生部行ったらおー海藤って言われてますよ。名前です、うん、はい、でお店はですね、冬営業しておりません、冬の間はですね、催事場などに出店おります、出店しております、うん、百貨店などです ね、 ね、はい、で平日は電話で予約が可能で、土日祝日は直接店舗に行くようにしてください、はい、で毎週火曜日はお休みなんですが、今日は営業しているとのことです、うんうんうん、はい、大判焼き食べたくなった方、そして神沢さんに会ってみたいと思った方、ぜひ山越へ行ってみてください。以上こんにちは、キセです。